沖縄貝塚文化。沖縄貝塚時代は沖縄諸島を中心とする時代区分の一つ。沖縄の歴史の文脈上では単に貝塚時代と呼ぶ。時代の範囲はおおよそ紀元前5000年頃から11から12世紀頃のグスク時代の始まりまでである。この記事では時期が重なる先島諸島における先島先史時代についても記述する。沖縄諸島を中心とする先史時代呼称の一つであり、日本本土の縄文時代や弥生時代と比較して、狩猟、採取経済が生活が中心であったことや、この時代の水田が未だ見つかっていないことなどから、この呼称が用いられた。時期的にはおおよそ紀元前5000年頃から、11から12世紀頃のグスク時代の始まりまでである。これは、日本本土の縄文時代から、平安時代頃までに相当する。区分法は次の例がある。本土で平安時代末頃の12世紀から15、16世紀にかけて貝塚時代の後続として沖縄では初めての農耕文化であるグスク時代へと続く。沖縄貝塚時代に先行する沖縄諸島や先島諸島における旧石器時代の遺跡等は山下洞人、港川人、伊江島五ヘス洞人、先島ではピンザーブ洞人や白穂竿根、田原洞人などがある。ただし、この時代の物質文化は判然としておらず、日本列島や周辺地域の旧石器文化との共通性も見受けられない。一方で、沖縄諸島では、前1万年頃−前5000年頃の、先島では、前1万8000年頃−前5000年頃及び、前2000年頃−前1000年頃の遺跡が断絶しており、これら旧石器時代人と貝塚時代人や先島では旧石器時代、下田原期、無土器期の各期の関連が考古学的に実証されていない空白の時代がある。それらの一部は奇界カルデラが破局噴火し南九州の縄文文化を壊滅させた時代と重なる。埴原和夫の二重構造モデル仮説によれば旧石器時代から縄文時代にかけては南方系アジアから琉球湖を通って日本列島に縄文人が広がり、弥生時代以降には渡来人が本土西日本から広がる一方で、北海道や琉球湖には及ばなかったため、琉球人は縄文的形質を残したとされる。更新予最終表記に琉球湖が大陸とある程度地続きもしくは狭い海峡を挟んで、大きな列島上であったことを示唆する地質学上の研究も埴原仮説を支持している。埴原仮説に対して形質人類学上の研究では琉球人は形質、遺伝的には南方系由来の縄文人とするよりはむしろ北方系の形質が優勢であるとされ、土井直美は琉球先史時代の人はいわゆる本土縄文人とは異なる形質を持っていることや、中近世になって琉球人が骨格上も本土大和人に近似してくることを指摘している。麻と進はこの時代の沖縄貝塚文化を九州縄文文化の影響を受けつつ独自の経緯をたどった縄文文化という趣旨で総括している。また、弥生時代の九州の農耕文化が沖縄諸島周辺では定着せず、漁労、採集が中心の貝塚文化が継続したとし、貝塚時代に続くグスク時代が現代琉球人と直接関連があり、中世、近世を通して現代に至るまで文化面や集落の継続性が見られるとしている。グスク時代より前の奄美、沖縄及び先島は、後日の出土品から大和との交易が主体であったと考えられている。主要交易品は、奄美以南に産出する珍しい貝殻類であった。貝の道の交易である。後期貝塚時代の前半は、五宝羅や芋貝を交易品とし大和側は、弥生土器と取引していた。後半は、夜光貝を交易品とし、大和側はこれを螺鈿細工に加工して、中国と交易していた。後日の肥前産の石鍋は、夜光貝との取引により流入したと見られている。また、硫黄は、薩南の洋島から産し、日本が中国に輸出していた。本土の縄文時代に相当する。前期腹中期には縄文土器に類似する波状公園土器が出土することから、本土縄文時代との連関を認めて、沖縄縄文時代のように呼ぶ説もある。縄文時代早期の遺跡には、戸口東原遺跡、野国貝塚、矢淵洞穴遺跡、崎谷洞遺跡などがあり、沖縄最古の土器は、これまで前5000から4000年頃の無紋土器、または南東爪型分土器が知られていたが、2013年に崎谷洞遺跡から発掘された前6000年頃の王院分土器が沖縄最古となった。前5000年頃に九州系の類縄文土器、前2000年頃に伊波式土器や荻堂式土器など独自のものが出土する。前500年頃に竪穴式住居が現れる。紀元前4世紀頃以降、本土の弥生時代以降に相当する。前半後期貝塚時代の前半は、五宝羅や芋貝の貝殻を交易品とし、大和側は弥生土器と交換していた。九州では貝殻を貝輪などの装身具に加工して使用していた。琉球湖の各地で九州西部系の弥生土器が出土しており、また、薩摩半島の高橋遺跡からは貝輪を加工していた痕跡が発掘されている。本土の弥生時代の初期に北九州で海製腕輪が使用され、弥生時代中期に銅製腕輪の使用により一旦衰微するが、古墳時代が到来し、畿内政権から古墳文化の広がりに伴い再び海製腕輪が本土で広く使用され隆盛を見た。そして古墳時代晩期までには、九州以外の本土では使用されなくなり再び衰微していく。後半後期貝塚時代の後半から晩期には交易品の主体が夜光貝に変わったと考えられている。6から8世紀頃の奄美大島の土森松能登遺跡、羊見、崎遺跡、小湊桑金久遺跡遺跡から夜光貝が大量に出土している。沖縄諸島でも久米島で夜光貝が大量に出土している。夜光貝が大量に出土した遺跡は現時点で奄美大島北部と久米島を中心として偏在しており、残りは沖縄本島北端、家島、与那国等に点在している。久米島の遺跡からは海源通報も同時に多く出土しており、この時代の南東交易論については様々な説がある。また夜光貝の使途としては、大和向けに貝匙、酒杯、大和、中国向けに螺鈿細工の原料が挙げられているほか、貝肉の消費などである。この時期、俗日本紀等により698年から727年にかけて大和朝廷と南東との交流が日本の資料に残っている。699年には他、益久、伊織日、土管、715年には奄美、薬、土管、神格、九尾から来朝があったとする。晩期後期貝塚時代晩期の10世紀、960年に成立した北宋は周辺諸国との貿易振興策を取ったため、これ以降、日本、宋、高麗、南東の間で貿易が盛んとなった。この頃、日宋間で宋との交易通貨となっていた東北の金の供給が滞り、代替として朝廷へ献上される貢ぎ租品を当てるため、太宰府が受領などを通じて、その徴収に当たった。997年に、朝徳の入港があり、高麗のほか、南蛮の族、奄美島人が広く、九州に入港、襲撃しており、翌朝徳4年には、太宰府から、紀海島に対し反乱を起こした、南蛮人を征伐する命が降りているが、これは、太宰府の徴税、統制強化に対する反乱とも考えられている。白久遺跡からの9から11世紀頃の出土品は、九州系弾器、須器、越州洋系、青磁、白磁、海幽湾陶器が主である。11世紀頃、日本の朝廷と高麗との間には正式な国交がなかったが、この頃から九州の太宰府が非公式に高麗との貿易を始めている。太宰府側は、対馬、壱岐や九州の豪族名主の許可書のもと、高麗、李氏朝鮮と交易を行っていた。以上のように、太宰府を結節点として、日宋貿易、比例貿易、南東貿易が盛んとなり、本土はもとより、南東交易の中継点となる機械島や南東社会に対し、交易のみならず人的、質的な変化をもたらした可能性が指摘されている。これにより南東の貝塚時代が終焉を迎え、グスク時代への転換期を迎えたと考えられている。貝塚時代に続く、グスク時代の出土品として、徳之島産のカムイ焼きと九州肥前産の石鍋が、奄美、沖縄から先島までの広い地域で見つかっており、これらの文化がグスク時代の基盤になったとされる。グスク時代は貝塚時代に比べて農業技術の普及と顕著な集落の内的人口増加が観測され、その根本的原因は琉球湖への北方系形質の流入、分布に求められる。またカムイ焼きの生産には高麗の刀工が関わっていたと考えられている。機械島、白飛採石からのグスク時代に入る11世紀後半から12世紀頃の出土品は、九州系波磁器、須液、白磁器、初期流泉用青磁器、同安用系青磁器、初期高麗青磁器、朝鮮系無釉陶器、滑石製、石鍋、滑石混入土器、カムイ焼きなどである。これらは沖縄諸島のグスクからの出土品と類似している。このように、宋山時期、肥前産の石鍋とカムイ焼きがセットで出土することから、機械島が太宰府と南東との間の南東交易の中継点になっていたとともに、当時の日宋貿易、比例貿易と結節していたと考えられる。先島先史時代は、おおむね3000年前頃の下田原貝塚に代表される前期と、紀元前4世紀以降の後期に分かれる。前期は3000年前頃の下田原貝塚から出土した皇帝土器と扁平石斧に代表される。この時代の皇帝土器は当時の中国華南、台湾の阿波の農耕文化との関連性が、扁平石斧はフィリピンなど南方系先史文化との関連性がそれぞれ指摘されている。前期には瓦化が見られたが、後期の遺跡からは瓦化が出土しないため、無土器とも呼ばれる。仲間第一貝塚などから出土のシャコカイウオの夜景史料理など、フィリピン、マレーポリネシアなど南方系文化との関連性が指摘されている。なお、貝の道の交易を通じて、肥前産石鍋が流通し、グスク時代の始まる11から12世紀までには、先島まで到達したが、それは先島先史時代の晩期に相当する。与那国島の遺跡からは、夜光貝が大量に出土している。それまでは 250km ほどある宮古海峡や造船技術の程度から沖縄諸島と先島の間の文化的交流はほとんどなかったと考えられており、貝の道による石鍋、カムイ焼きの流通が交易の契機になったとされる。ありがとうございます。